どうも、皆さんこんにちは、こんばんは、トシです。今回も、ハーツオブアイロン、ゲフンゲフン、ハーツオブアイアンをやっていきましょう。前回は、インド VS フランスの戦いを見ながら、終わったんじゃないかなと思います。今回は、そんな対イギリス連合との戦いを、前回に引き続きお伝えしていきます。まず一旦、こちらのニュースは、本来の歴史よりも先を越してしまっているので、無視しちゃいましょう。すでに、史実プレイではないことを、今回から見ている方々にも、分かっていただけたと思います。では、気を取り直してやっていきましょう。まずは、こちらをご覧ください。国家方針が完了したこと自体は、喜ばしいことなのですが、海岸部、それも港に、敵の脅威が迫っているではないですか。ただの平野はともかく、港に敵が上陸したならば、続々と敵が押し寄せて、我々は、ポルトガルの歴史を終わらせる覚悟をしなければならなくなってしまいます。そんなことにならないためにも、他の防衛を割いてでも、港への上陸だけは阻止しましょう。ご覧の通り、なんとか港への上陸を阻止することに成功しました。こんなことに怯えないで済むためにも、海上で仕留めたいところですが、あいにく、大ポルトガル海軍は、海の王者イギリス海軍によって、すでに玉砕せしけり。なんですよねー。参っちゃうねー。本国がこんな状況の中、本隊の約20師団プラススペインの援軍は、アフリカ大陸を悠長に散歩していましたとさ、イエーイ。いや、違いました。ついについに、この大戦を開戦させてまで欲しかった、アフリカ大陸の覇権を手に入れる、最後の砦に差し掛かっていました。広大なベルギー領を落とし、広大なイギリス領もほぼ落とし、残るは、南アフリカと、それに隣接する残りのイギリス領だけなのです。そう、あと一押しで、念願が叶うぞー。しかし、ここでなおも史実方針を突き進めるドイツによって、我々は思いもよらぬ事態に遭遇することとなります。ドイツさん、目の前の敵をまず倒してくれたら、私の本国に少しでも援軍をくれたら、それでいいんです。それだけじゃダメですか。ドイツが、デンマークに宣戦布告。ドイツが、ノルウェーに宣戦布告。デンマーク及び、ノルウェーが連合国へ加盟しました。敵をわざわざ、増やさんでもええでしょう。まったく、意味がわからんとです。まあ、少しだけ援軍の兆しが遠のいただけなので、こっちをさっさと片付けて、本国守備に人員を回しましょう。ご覧の通り、1対1では東方が有利。順調に駒を進めていきましょう。少しずつですが、勝利に近づいていきますよ。ここで我々は、とんでもないものに興味を示し始めました。我が国の傀儡の、フランス君がすでに研究を進めている原子力に、おそばせながら、我々も手を出すことにしました。もし困った時の最終手段。そういう感じで制限をかけて、極力使用しない方針でいきたいと思います。そうしないといつか、地球が持たん時が来ているのだよ、って誰かが言い出しちゃいますからねー。そんなところで、現在の戦況確認隊イームー。あ、でもちょっと待ったね、BGM とのタイミングが合わなーい。よいしょ。これでいいんじゃないでしょうか。じゃあ、気を取り直してやっていきましょう。現在の戦争貢献度ですが、ドイツ、イタリアに次いで、ポルトガルが、3番手となっています。しかし、戦死者数があまりにもおかしい、イタリア軍は避けとくと、ポルトガルの戦死者数が30万人弱と特筆すべき数になっているかと思います。その数はかねてからずーっと戦ってきているドイツをもしのぐものとなっています。まあ、マイナス面だけ探していたら、唯一本国へ上陸されやすそうだとか、ポル、ドク、イの中では一番弱そうだとか、いろいろと出てきますが、悲しいだけなのでやめましょう。喜ぶべきポイントだって、見ることができるんですよ。ほら、ポルトガルの師団数を見てくださいよ。8割は歩兵ではありますが、50師団に到達しましたよ。まだまだ上はいますが、
そもそもの人的資源の数が違いすぎるだけなので、そこまで悲観的にならなくても、良いのではないかなと思います。ちなみに、全体数で見ると、戦死者数では東方があからさまに多くなっています。それもこれも、みーんなまーるく、たっけもっとピアノを、その通り。じゃなかったイタリアのせいなんですよ。見てくださいよ。全体数の半分ですよ、総理。人が死んでるんですよ。なんで笑っていられるんですか。のんきなもんですねー、イタリア君は。あ、途中なんちゃら党の〇〇さんが入っちゃってましたが、まあネタですんでスルーしといてください。また BGM のタイミングが怪しかったので、その尺稼ぎとでも思っておくんだぜー。ちなみにですが、現在のポルトガルの戦力は、この通りになります。先ほど言いましたが、陸軍は50師団です。海軍は、潜水艦がかろうじて一定残っています。空軍は、軍というよりも、航空会社以下ですね。もうそろそろ脱線から戻りましょう。アフリカ戦線ですが、南アフリカの都市の一つである、ウィントフックを陥落寸前まで追い込んでいます。余談になりますが、ウィントフックは、現在のナミビアの首都で、周囲を砂漠に囲まれているため、非常に暑く、雨も少ないようです。町自体は小さいものの、過去にドイツ領だったことで、中世ドイツ風の建物が現存しているようです。町も綺麗で、予想外に清潔感のある都会だそうです。行ったことはないものの、意外すぎて記憶に残っていただけなので参考程度に。ただ、言っても外国なので、タクシーのぼったくりや、ホテル周辺で待ち構えている強盗にはご用心です。とまあ、雑談している間にウィントフック制圧完了です。兵士さんたち、ご苦労様です。ここから一気にケープタウンまで行こう、そう思ったその時。ドイツ。君は何をバカなことを、何を考えているんだね。援軍は送ってくれないのか。もう、お手上げだよもう。ただ、幸いなことに、ソ連は連合国ではないので、私が参戦ボタンを押さなければ、北の脅威に怯える必要はないんです。ただ、ドイツの大量にある陸軍を、少しぐらい本国主義の援軍に送ってくれるだろう。そんな高望みをしていたポルトガルとしては、かなり危ういことになったと言えるかもしれません。もう、こうなったら何が何でも、速攻で南アフリカを落として、本国に戻らなければなりません。急ぐんだ兵士諸君。ちなみに、歴史に詳しくない方もいると思いますので伝えますと、このドイツによるソ連との不可侵条約違反は、史実でもあった出来事になります。一説には、この独ソ不可侵条約違反のせいで、戦後に日ソ不可侵条約がないがしろにされたとされる説があります。この時のドイツは、目の前の敵を見誤ったようですね。もしこれがなく、今後良好な関係になっていたら、世界はどう変わっていたのか、いろいろと想像がつきませんが、脱線しすぎなので舵を戻しましょう。ここで、強い味方が登場ですよ。我らが大日本帝国です。中国との戦線は泥沼化しているように思いますが、この頃の中国は海軍に力を入れていないので、数隻だけでもヨーロッパ戦線に投入してくれれば、きっと我々の不安が消え去るはずなんだけどなぁ。頼んますよ。なかなか数軸陣営、順調なんじゃないですか。ドイツがデンマークを打ち破りましたよ。素晴らしい。その一言につきますね。ちなみに、話を戻しますが、先ほど日本が枢軸国に加盟したとお伝えしましたが、我々ポルトガルは、日中戦争には不介入の方針です。不介入といえば聞こえはいいですが、その本心は、参戦すればそれは、フランス軍の終わりそのものになるからです。どう考えてもこれは、一瞬でひねり潰されるに決まっていますからねー。ちなみに、中国の保有師団は、フランスの保有師団の25倍ぐらいです。ねえ。さあ、この写真を見てもらえればわかりますが、北では独ソ戦の戦況表示がどえらいことに、西部では、ポルトガルへの上陸を狙う敵さんとの、壮絶な戦闘がそれぞれ繰り広げられています。と言いますところで、
今回はこの辺でお開きとさせていただきたいと思います。今回も、最後までご視聴くださり、ありがとうございました。バイバイ。